はい、どうも、コミです。さて、本日もね、こちら、日本屋ゴールドティアラさんから、動画をお送りしていきたいというふうに思います。さて、本日もですね、前回同様、スーサンさんとね、カルさんに入ってきていただいております。スーサンさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、エンプティーロトさんというね、クランのリーダーもされていて、ミクリさんという名前でね、ミラティブもやってらっしゃいますんで、まだね、フォローされてない方はぜひご覧ください。そして、カルさん、本日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、本日はですね、動画のテーマなんですけども、クイヒーですね。クイヒーを使い倒せと、ということでね、今回、タウンホール12になって、13か、になって、ちょっとね、見てもらえたのがこれなんですよね。ヒーラーの今、性能を見てもらいたいんですけども、で、ヒーローの回復量っていうのが、ここ、まだね、レベル5だと上がりきってないんですけども、レベル6になるとこれがマックスになります。そうすると、ヒーロー向けのね、回復量が、まあ、56になると、まあ、いうことになるんですね。で、まあ、これつまりどういうことかというと、ヒーラー5体つければ、毎秒280ぐらいどんどん回復するんですよ。で、これまでの12に比べて、クイヒーっていう戦術がめちゃくちゃね、これ使いやすくなってるので、ぜひぜひね、このあたりっていうのを、どのくらい使いやすくなったのか見てもらいたいというのが本日のテーマです。で、お二人ともじゃあちょっとね、27番の村を攻めたこの若頭さんがね、攻めてくれたアタック、ちょっと一緒に見ていきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。大丈夫ですよ。はい、いきます、はい、せーの、ほっ、じゃあリプレイいきます。ちょっとまだこのね、1本目は私中心にお話しさせてもらいます。ですね、今回のこの1本目のアタック、どんなプランかっていうと、まずクイヒ、ここね、6時5時側から出してますけども、こんな風に中進めてきます。でもって、このイーグル砲のあるね、この角にクエイク打っていくんですね、ガーンと。そうするとどうなるかっていうと、ここの区画を、まあ、理屈上全部、クイヒーで潰すことができるような、まあ、壁の配置に作り変えることができるわけですよ。で、ただ、まあ、当然ながら火力がめちゃくちゃ高いですけど、冒頭言ったように、まだね、これ、タウンホール12のレベルのクロスボウ4機、まあ、3機かなからこう撃たれていっても、これね、びっくりするんですけど、レイジつけると全然クイーンの体力全くと言っていいほど減らないんですよね。これ今まで12だったらもうどんどん減ってたじゃないですか。で、まあ、こんなわけだから、もうレイジをどんどん重ね掛けしていくことによって、もうクイヒーパートであっさりと、ここにある対空砲だの、あとは、クロスボだの、おまけに援軍まで、もうがっつりこう処理していけちゃうってことなんですね。で、まあ、キングとロイヤルチャンピオンが今3時側にいますけど、一番見てほしいのは、まあ、そこではなくて、このクイヒーの仕事量ですね。中心部をごっそり削ったことによって、出来上がったこの配置の形っていうのが、まあ、こんな風になってるわけですよね、もう。右側の3地区画がもうほぼない状態。さらにまだクイヒーがここで黒く残している状態なんで、だいぶ中心部まで迫っていってますよね。で、もう見てください。これ残った防衛室なんかほぼほぼないんですよ。キングが盾になってロイヤルチャンピオンが後ろから防衛を刺していく。さらに、こちらの3時、4時方面のこの部分っていうのは、もうクイヒーパートでガッツリ削っちゃってるんで、残ったのはもう10時から8時に向けてのこのほんの一区画しかないというか、もうこうなってきちゃうと、残ったもうラバハウンドとバルーンの数、さらにグランドウォーデンまで温存してるもんなので、もう完全にもう、なすすべなしですよね、防衛側。これが、今回お話ししたかったクイヒーの仕事です。もう、短期でガンガン奥の方に殴り込ましていけば、もうそれでね、レイジさえちゃんと使ってあげさえすれば、結構生き残って、今までだったら信じられないぐらいの火力のゾーンを、突破していける。まあ、これをね、今回、スーサンさんとカルさんの、お話もね、ちょっと交えていただきながら皆さんに見てもらいたいポイントになります。まあ、ちょっとこの後ね、カルさんもこういうアタックをされてるんで、それをね、2本目見てもらって、まあ、今日3本の動画で構成していきたいと思うんですけども、スーサンさんちょっとね、今回今この1本目の攻めご覧になって、なんか、思ったところとかあればちょっとぜひお願いしたいんですが、どうでしょう。そうですね、見た感じですけど、やっぱそのクエイクの使い方がうまかったっていうところと、まあ、ちゃんとその、はい、クイヒーにレージを当てて、まあ、ちゃんとクイヒーを延命させていると、うんうん、で、まあ、バルーンの出すところですけど、ほぼほぼもうどっか出そうかなっていうよりも、もう出すところがないかなっていうところから、それぐらいクイヒーとヒーローで削ってたかなっていうところですね。やっぱそのここでの、まあ、見るところはそのクイヒーでの仕事量っていうところじゃないでしょうか。は
はい、ありがとうございました。さあ、ではちょっとね、2本目のリプレイ行ってみたいというふうに思います。2本目のリプレイは、これはカルさんがですね、撮ってくれた、この一番上のね、一番てっぺん、これ、カルさん苦労しましたよね。結構なんか、4、5人ぐらいでもう束になってボコボコやったけど、やっとカルさんが撮ったみたいな。なんか、ぶっちゃけみんな、2、3人くらいバッて攻めて、はい。なんかあと惜しいっていうところまで行ったところで、はい、最後取ったような形になりますね。そうでしたよね。これちょっとぜひね、カルさん、ご自身に取ってもらったアタックなんで、ぜひ解説をお願いしたいと思うんですけど、今ちょっとね、偵察画面を開いてます。ちょっと、どんな風なプランニングだったかっていうところ、先にお願いしてもよろしいでしょうか。あ、はい。初戦だったので、はい。テスラの生えてくる位置がタウンホールの左下に3本と、はいはいはい、ここですね。真ん中のインフェルノの右に1本生えてくることが、うん、最低限、自分の中で空飛数考えてて、はい。タウンホールの下の方のテスラ3本に関しては、はい。正直、レイジなくても3本全部折れる位置に揃ってたので、うんうんうん。まずそこを、折ろうかなっていうふうに思って最初プランを組み立てたんです。はい。でその時に、まあ、9時から食い品スタートするんですけど、はい、その際に9時ぐらいにある弊社2つに関してはボーラーでカットできるなと思ったのと、はい、ああこれですね、はいはいはい、そうですね。あと7列角にテスラが生えてこないんで、はい、アーチャータワーのタゲを取れば、うん、あとは正直ウィザード1体投げれば時短もできるって場所まで見えれた。なので、はい、ジャイ1体投げて片方はウィズジャイウィズ、片方はジャイバルーンでカットすれば、うん、でこの金庫あたりの骨格に関してはあと正直ウィザードだけでも削りの形になるので、あー、なるほど。ルート限定して、うん、あとはドラゴンで面攻めで、まあ、ご自覚から進めていこうかなっていうふうに思っていました。じゃあご準備よろしいでしょうか。ちょっとこちらもリプレイ流していきますね、カルさん。あ、大丈夫ですよ。はい、せーの、ほ。はい、じゃあ始まりましたカルさんのアタックですね。今ちょうどヒーラーが出てきたところぐらいですね。まずクイーン出して、まあ最初のプラン通りに9時からクイーンとクイヒ始めながら、弊社の方にボーラーと時短用でウィザード行って投げて今始めてます。はい。で、その間に、まあ、ご実格ではジャイウィズとジャイバルーンでカットをしつつ、うん、ウィザードでカットしてる状態ですね。はいはいはい、綺麗ですね、かなりこのカット。そうですね、実際これ組み立てながらあっこう綺麗にカットできるなと思って最初始めたので、うん、素晴らしいですね。ドラゴンだな。でこのテスラも実際ターゲット取られんように始めているので、はい、実際このレイジャーももうちょい奥にかけてれば最後まで伸びたかなというふうに思いながら見てましたね。でここにジャンプ打つことによって、はい、クイーンが正直中に入って、まあ、正直クイーンと援軍処理、あとシングル IT、マルチ IT 全部見れる状態になるので、はい、でここで正直フリーズおでんの祭壇とシングルイフにかける予定だったんですけども、あ、ここですね、はいはいはい、完全に遅れて、ですからババキを投げてしまっているっていうことで、あ、なるほど。ここでクロック使ってしまって正直最後までクイーンが持たないような状況になってしまったっていうところで、正直ここからちょっと個人テンパってはいたんですけど、あ、まあでもこの中でも結構もうクイーンの仕事としては十分やってませんか。そうです、結構ここまでだけでも、あと、まあ、イーグルまでいけないかなと思いながら見とったらイーグル折ってくれたんで、そうでしたね。今あとはもう正直ドラゴンの面で押すとかなと思った時におでんをつけ忘れるってことをやりながら、まあ、最後の方ではバルーンでカットを入れてるんですけど、はい、で、あっと思った時におでんつけて今いるんですけども、あとは正直、まあ、クイーンパートで見ようと思ってたシングル IT が残ってたので、はいはい、そこに関して正直このトームに関しても後半のマルチ IT の部分で使おうかなと思ってはいたんですけど、うん、ここ残ってたんでそこで使ってロイヤルチャンプで上削りながら最後正直バルーン対数で押し切った形にはなりますね。あ、なるほど。まあ、ただなんかこう見てみると、序盤から、まあ、こう、あ、中盤から後半かにかけては結構そのカルさんのなんていうんですかね、その普段のアドリブ力っていうんですかがかなり光ったようなアタックに見えましたけど、結構自信あったんですかこれ。正直もう、まあ、正直この
ジンに関してはうちのクラマスの、その、まあ、日本屋のゆかさんが実際攻めてあともう少しでってところで取り損ねた場所だったので、そうでしたよね、まあ、逆に取ってやらんといけんかなって思いながら攻めたところはあったので、結構プランニングに時間かけて取れるぞっていう形ではやりましたかね。はいはいはい、結構じゃあ、狙い通りっちゃ狙い通りいけたんですかね。まあクイーンの動きはちょっと悔しいところはあったにせよ。そうですね、実際まあ、7時に投げたババキンを元の4時に投げてればあとドラゴンまっすぐがしか進まないので、うん、完璧だったんですけど、そこだけちょっと自分の中では心残りだったかなっていうふうには思いますかね。あ、確かにね、これ3時側にドラゴン流れなかったらかなり綺麗にまっすぐ真下から真上に向かってっていうのが格好できましたよね、こうねガーって。そうなんですよね、うん、いやでもまあこの後半のね、そのグランドボーデンがつかなかったところからアドリブを結構使ったと私思ってるんですけど、うん、この辺の対応力っていうのはね、やっぱ見ててカルさんさすがだなと思いましたね。まあどんな風にその時考えてらっしゃったのか、だいぶ私もよく分かりましたんでね、すごいためになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、あとね、今日ねもう一本だけ動画見ていきたいと思います。スーさんさん、ちょっとぜひねこの攻め解説をねお願いしたいなと思ってるのがあって、15番ですね。これ、サムラコウシさんかな？そうですよね。攻めてくれたタック、ちょっと皆さん開いてみてもらってもいいでしょうか。これ、スーさんさんどうですかね？パッと見たときなんか村の特徴みたいなところで、スーさんさんならどこ注目しますか、これ。そうですね。やっぱ、ここで注目したいっていうのは、イーグルフォーマスとっていうところと、まあ、やっぱりその、僕もこれ、サムラさんと一緒で、クエイクを使うことによって、はい、そのマルチ IT、そして対空砲、で、まあ、タウンホール、援軍処理ができると、うん、まあ、そういうふうに、後から見たら分かると思うんですけど、ラバルで攻めることによって、一番厄介な防衛施設ですか、うん、これが2つ、3つも折れちゃうんで、はい、まあ、そうすることによってもルートはもう綺麗に L 字になるとっていうところでは、まあヒーローどっから出すかなっていうところですかね、最後は。ああ、なるほど。まあ確かに固まってますよね、相手のこのギガインフェも防衛インクも固まってるし、その近所にアーチャークイーンもいるし、あとまあインフェルノタワーもあったりっていう、このやっぱりパッと見た感じ、中心部分にどうやってユニットを流し込んでいくのかっていう風に考えると、まあ使えるのがクエイクだったって話ですかね。ちょうどこのインフェンところら辺にクエイクをね、今回こうタムラゴーシさん当てていって、そこにこうアーチャークイーンを流し込んでいくっていうプランになっていくんですけども、ちょっとね、こちらの動画に関してはスーさんさん生で見てらっしゃったと思うんで、ぜひねお話ししていただきたいと思うんですけども、今リプレイ流しちゃって大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ行きます。はい、よろしくお願いします。スーザーさんの解説でお届けしましょう。はい、今ちょうどですね2分41秒ぐらいのところですね。ババキン出てきました。あ、はい、まずちょっと遅くなりましたけど、これバルーンを出してる商品ビビドを出してるんですけど、このバブルーンによってこの確認と同時にそのウィズトーンも折れると思ったんですよね。うん、だからクロスボウとあとテスラですか、それによってバルーンのダメージが増えちゃってっていうところだったんですけど、まあ結果的にそのウィズトーン折れたんで、そのキングそしてヒーローがそのちゃんと行きたい方向に行ってるっていうところではありますね。はい、キングを早めにフィストを使ってそのまま6時方向に向かわせつつで、ここでのポイントがやっぱりその後から出すヒーラーですよね。うん、まずその DPS の低いところからこうグリーンを出すところによってグリーンがまだダメージを受けないっていうところで、しかしレイジを使ったところによっても早々にキングを倒したっていうところと、やっぱこのフレークの使い方ですよね、落とす場所が一番良かったかなっていうところですね。ああ、なるほど。はい、によってやっぱその援軍処理もできつつで、タウンホールそしてクロスボウにマルチ IT も落とせると。ああ今クイーンとして、そうですね、今完全にクイーンがマルチと、あとは対空砲もすでに折ってるところですもんね。エアスイーパーで今折ってきましたね。そうですね、その通りにもう空攻めで厄介な施設がもうどんどん折れていっちゃってると、ここだけはクイーンでやるっていうのはまあそうそうできないっていうところでもありまして、はい、本当
コディクイーンがやられちゃったとしてももう十分御の字じゃないかなっていうところではありますね。仕事量が半端ないですね。そうですね。でそのままクイーンがそのままもクイーン相手クイーンを倒して、でまあ結局その投石2つにたけられてはいるんですけど、投石器のダメージこれ3から10マスで最終的に1個がヒーラー通りに向かっちゃってるんですよ。そうですね、さっきちょっと今見損ねましたが行っちゃってましたね、ヒーラーにね、だいぶ。はい、ということによって一つがそのヒーラーに至ることによってクイーンのダメージが若干その少なくなってるっていうところと、はい、あとウィズトとかそれが全部そのバルーンじゃなくてその他のボマーだったりとか、あとロイヤルチャンピオンですか、はい、の方にダメージいってることによってバルーンが結局ダメージを受けないまま進んでると。でここでまあちょっと解説遅くなりましたけど、ロイヤルチャンピオンの出す位置ですか、これはあの10時くらいから出したのでしょうか。そうですね、この辺から出てましたね、確かそんな風に見えました、はい、私も、はい、で出すことによってそのバルーンの移動ですか、それをさらにその早くイーグルの方に向かうようにしてたっていうところではありますよね。そうですね、結果論から言いますとそのボマーが終わりなかったっていうところはそのロイヤルチャンピオンがもう効率よくちゃんと仕事をしてたからじゃないかなっていうところではありますね。この9時方面でやっぱねバルーンが向いてしまうと結構あのロイヤルチャンピオン、ああ間違えた、バルーンたちが遠回りしちゃうんでね、あの束になってくれないっていう、はい、まあ、リスクもありますけど、このロイの付け方うまかったですね。そうですね、そのクイーンでその4分の1角を全部削れてるっていうところでもほぼほぼ全角が見えたんじゃないかなっていうところではありますね。これさっきね1個前に見てもらった、あすみません鈴木さんありがとうございました、あの1個前に見てもらったねあのカルさんのアタックにも結構ね私つながるとこがあるかなと思ったんですけど、これカルさん見ててなんか気がつくとこありましたか。そうですね、実際クイーンのやっぱり回復量変わったっていうところもあるので、はい、実際ターゲットの法則というか2節ぐらいは耐える状況になってしまったので、そうですよね、それで進めながら、うん、結局シングル IT、まあ、正直今シングル IT に関しては、はい、どうしても毎秒上がるんで受け切れないんですけど、うん、そうですね、マルチインフェだけ見るとアクイヒーで全然完封できるんじゃないかなっていうふうに思いながら見てますから。今回シングル2本のマルチ1本でしたよね。そうですね、これカルさんだったら攻め方ってやっぱりこうパッと見たときにやっぱりこの場所からがベストっぽく見えますか。そうですね、ルートを見たときに、はい、どうしてもそこから入るとクロス2機からすでに痛みを受けるんですけど、まあ、クロス2機、はい、クロス2機からですね、なんですけど今回のヒーラーのレベル6解放からなんですけど、5体つければクロスボウ2機普通に受け切れるので、そうですね、280回復しますもんね毎秒。そうですね、多少はどうしても減るんですけど結構長持ちする状況なので、そこから出れば正直クロス1個折ってしまえばあとは回復するだけなんで、ああなるほど、直線いけるなっていうふうには見えましたかね。ああなるほど、今これクイーンがちょうどですね、クロス2本折ったぐらいのところをリプレイ流してるんですけど、まあ、この後このギガインフィを壊していくんですよね。でそこからさらに相手の、クイーンだったり投石だったりっていうのをターゲットしていくっていうね、まあ、このサムラゴーイさんのこのプランニングは、私これもう、最初見たときにね、この村攻めたくないなって思ったんですよね。これ、スーサンさんどう思いました？この村見たときに。攻めたい村に見えますかね、これ。いや、正直この配置は、私の技術の、まあ、クイヒードラでは、まあ、刺さらないっていうところもありましたんで、早々にパスはしましたね。はい、しますよね、これね。しかもよく見ると、実はクイーンがね、これ落っこってから、ここにレイジをね、打ってて、レイジ一発無駄してるんですよ、この攻め。それでもこれだけね、バルーンが残っちゃうっていうね。まあ、どれだけ、よくなんて言うんでしょうね、村にあった攻めを考えるのかなっていうところですけど、まあ、今回ちょっとね、個人的にこの攻めを見てて思ったのは、形だけを見るんじゃなくて、その中にある施設が、例えばシングルインフェルノなのか、マルチインフェルノなのかとか、あとやっぱりこう密集してますよね。この壁の中にほぼ隙間がないような状態っていうことは、逆にクエイクなんか使ってしまうと、一気にそのね、幅っていうかそのクイーンが歩いていけるゾーンを広げることができるんで、まあ、こういう発想を持って、当たってみると割と遠距離攻撃のユニットであるね、
あの、アチャクイ、プラス、まあ、クイヒーか。この形で、回が見えてくるのかなってことをちょっと思いましたね。まあ、自分が攻めなきゃいけない時には、まあ、こういう村見かけた場合にはね、まあ、クエイク使うっていう発想はちょっと忘れずにいきたいかなっていうふうに思ったところです。はい、ありがとうございました。では、本日までね、3回にわたって、スーサーさんと、カルさんにね、動画の収録をお付き合いいただきました。スーサーさん、カルさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またですね、ぜひぜひ、これからも一緒にイベントとかでご一緒できたらなというふうに思いますのでね、これからもぜひよろしくお願いできればなと思います。また、本日ね、ご動画見ていただきました方、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこの辺りで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。